このザ・トライアングルだからこそできる展示をしたいなと思ってどんどん構成を練っていったんですけど、でいつもは、水平と垂直のグリッドのペインティングをしてるんですけど、今回はこの空間にこうするような斜めの線を取り入れて、制作しました。でその場所とこうするようにこう侵食し合うような感じにしたかったんで、階段にはその地下からつながっていくような壁紙のと同じ素材のものを階段のところにも貼ってだんだん上がっていくようにして、で、地下1階はアクリル板置いて上からの光がここを透過して上のガラス面とこうリンクするような感じにしたいなと思って、人の動きと作品が連動し合うところに体験が生まれるんで、それは面白いなと思ってやってます。壁紙を全部デジタル出力でプリントして、でその上に手書きの木製パネルを10点絵画を10点並べてます。で地上は、北と東と南西面のそれぞれ真ん中の窓を手書きにして、それぞれ左右は全部デジタル出力でプリントしてます。遠くで見た時に分からなくて、近づいていくとどんどんその手書きの感じとデジタルの感じの違いを分かってもらえるようにしたいなと思ってます。すごくなんか実際に展示してみてやっぱり手書きの強さを改めて感じていて、でそれと同時にその手書きとデジタルの領域の曖昧さも感じていて、ちょっとしたバグみたいのがやっぱり拡大していくとあって、完璧に合ってないところとかもどうしても生まれてくるし、あとはその業者さんに出力してもらって貼る過程で そこでまた手作業があるんで、ちょっとズレが生じたりとか、その曖昧さも面白いなと思ってます。地上はその3面あるのの真ん中の窓が全部手書きになっていて、左右の窓がデジタルプリントになってます。実際ほとんど毎日朝から晩まで滞在制作してて、でその1日の中でも太陽の位置とか雲があるないとかその日のお天気でだいぶ本当に一瞬一瞬目の前で描いてる絵が変わっていくんで、それにはすごく今まで体験したことないような感覚をもらってるっていうか、あとはその3面同士が映り合う、ガラス3面同士が映り合うっていうのと、あとはさらに外部空間と内部空間が影響してて、その一枚にからすごく不思議な感覚になってます。描いてる時にこう本当に綺麗な時はすっごい綺麗な空の青の上に絵の具乗せてるような感覚に陥ったりするんで、なんか色の感覚が新鮮に変わってるような感じがします。なんかこの色だと思ってたんが全然違うようにまた見えて、で久しぶりにスタジオに戻って普通の絵を描いたんですけど、あのパネルになんか仕上げ段階だったんですけど、こうしようって今までの経験で得た色の感覚で最後はあの色で締めようって思ってたのが、ここで制作して戻ったらなんか違う答えが見えてて、結構多分すごく影響されてるんだろうなって思いました。今回このトライアングルっていう空間を第一前提でいろいろ構想を練っていったんですけど、その中でその空
空間と作品を呼応させる面白さというか、そこによって作品も変わるしっていうのに面白さを覚えて、でちょっと次は建築段階から介入して作品を作ってみたいなと思うようになりました。平面の中だからこそ感じる面白さがすごく好きで、でそこに生じる奥行きとか揺らぎを表現したいんですけど、なんか立体を作りたいわけではなくて、平面が影響し合うことで生じる新しい視覚効果みたいなのを作りたい